こんにちは、世界のニュースチャンネルです。今回はロシアワールドカップ、スペイン VS モロッコについてです。以下引用。6月26日、AFP、サッカー、WFIロシア大会2018は25日、グループ B の試合が行われ、スペインは、イアゴ、アスパスのビデオアシスタントレフェリー、バー、に認められた試合終了間際のゴールで、モロッコと2-2で引き分けた。同じ時間に行われた試合でポルトガルがイランと1-1で引き分けとなり、グループを首位で終えたスペインは決勝トーナメント1回戦でロシアと対戦することが決まった。スペインは、勇ましいモロッコに後半45分の2点で1-2とリードを許す厳しい状況に追い込まれた。FK からラザーリノスらしでアスパスが決めた得点は当初、副審によってオフサイドと判定された。しかし、バーの判断によりこれがゴールと認められると、モロッコは選手に加え、ベンチの数人がピッチにまで入り込み、不審に抗議した。25日の時点で勝ち点0、得点さえも記録していなかったモロッコは幸先の良いスタートを切り、コンパクトにまとまり、スピードを落とさずカウンターを狙っていた。モロッコは前半14分にカリドブタイルがセルヒオラモスとアンドレス、イニエスタがもたついたところを利用し、ボールを奪うとそのまま駆け上がり、DK ダビドでヘアの股を抜く、シュートを流し込んだ。スペインはその5分後、軽快なパスワークから、ペナルティエリア内でボールを受けた、イニエスタが折り返した、ボールにイスコが合わせ、DK ムニル・モハメディが守る、ボールネットの天井に、ボールを突起刺した。その後モロッコは自陣で守りに徹し、スペインをカウンターで崩すチャンスを待った。すると後半36分、交代出場のユセフ・エン・メヒリが CK からヘディングで得点し、モロッコサポーターは歓喜した。しかし、アスパスの終了直前の同点弾で、モロッコの活気みなぎる、見事なパフォーマンスが霞んでしまった。ご視聴ありがとうございます。毎日配信していきますので、ぜひ、チャンネル登録よろしくお願いします。